何でしたっけ、未来ビジョン。先週もちょっとその話はしたんでちょっと被ってしまうんですけど、まあ、簡単に言うとするならば仏教の言葉ですね、率卓動機って言葉があります。こう卵がありましたら、外か内の中からツンツンってこうヒナが帰ろうとつつくんですね。で親鳥はそれを卵を割ろうとこうつついて、これが同時じゃないと、まあ、目をついだし向こうのね、あのヒナ鳥の目をついばんでしまうかもしれないし、またまだ孵化して、あのちゃんと鶏っていうかひよこになってないかもしれない、そういう、まあ、例え話があります。これ何かというとですね、ここにやはり僕は国家の理想像があるって考えております。つまり国家はこの親鳥であるべきだと全部面倒を見るんではない、全部ゆりかごから、ね、墓場まで面倒を見るんではなく、やはり本人の努力を促す、本人の努力を待つ。で今の教育の 何が間違いだと思いますか。僕ねいつも思うのは、子供の頃に努力の意味を教わってなかったんですね。今派遣社員の方々とかすごく苦しまれて、世の中日本はひどいと思ってるかもしれません。で早稲田の方々はまあ勉強してきて努力しないからだろうと思うかもしれないけど、根本的なことを教えてないんですね。今の教育の中に努力すると大切だよ、そしてその中にやりがいがあるよ、そして仕事は仕事でね、そういう努力していろんな仕事を貸し取っていろんなことやっていったら楽しいよ人生はっていう、その根本的なことを教えていないんですね。だからやはりその努力をできるその機会均等にすることはもちろん当然だと思います。機会の平等だから、塾の今幸福実現等もその塾のいらない教育っていうことを抱えてきておりますが、もっと道徳的な本質的なところを教えていくべきじゃないかな。もっと言うとですね、やはりその今政教分離ということが言われていますけど、私は本当に考えた時に、あるその民主党の、まあ、別に名前書く必要はないんですけど、菅さんが、菅直人さんが政教と宗教は分離するべきであるっていうことを言ったんですね。でもね、私はすごい思うんです。宗教というものの意味を政治家の方も知らないんだなというのが。宗教って何かっていうとですね、これは人間の教育の原点です。科学の本には核爆弾の作り方は書いてあっても、その物事の善悪は書いてないわけじゃないですか。心については書いてないわけじゃないですか。物事の善悪とか心とか、そういう一番大切なことを教えてくれるのが宗教であるという、その根本的なことがね、やはり分かってないんだなって思いました。今学校の教育の中にはすごいいじめがはびこっております。なぜだと思うか、なぜかというとですね、人を許すことの尊さが教えられてないんです。人、例えば個性はいっぱいあります。いろんな個性があります。公認も高校生全然違いますしね、そしてある人はすごい勉強できるかもしれません。ある人は体育できるかもしれません。能力にもいろんな違いがあります。そういう個性を認め合ったり、またミスもあります、欠点もあります、ね、そういうのを許し合うことの尊さを教える教育が今ないんです。人を許すことは、そして何で人を許すことが尊いのかっていう、それを教えてくれるのもやはり宗教なんですね。ですからね、私は、まあ、政教分離が言われて、そして、まあ、昔はあったその教育からね、その道徳的なものから心のものまでほとんど、戦後日本の教育は取られてしまいましたけど、もっとその心とは何なのか、愛って何なのか、おそらく愛を明確に教えてくれる授業は早稲田大学の中にも東大にも慶応にもないと思います。今のところはその愛とは何かっていうことをやはりもっと子どもたちとかに教えていくべきじゃないかな。そして国家はそういう機会の平等を、物質的繁栄ももちろん大切ですけど、やはり人々が愛し合ったり生かし合ったり許し合ったりしていかなかったら、それは楽しくないと思うんですね。私は今友達がいっぱいいます、ここにもいっぱい来てますけど、本当の人間の幸福は人間関係にあると思ってます。でもそういうふうに人間関係が幸せにするためには心についてやっぱ学ばないと、人間難しいんじゃないかなと思うんですね。人間関係を苦しみにしてる人の今の世の中はきっと多いと思うので、私の考える国家ビジョンというのは、まあ、その心と物を両方とも豊かな国家というか、まあ、そんなところでしょうか。はい、分岐点的な話をちょっとしていただけたらなと。その間にちょっと待ってます、探してます。どうすか。2人で喋り合った方がいいよね。文章が長くなっちゃった。私はですね、皆さんどんだけいろいろところで話してるんですけども、
ガキの頃ですね、今のテレビ映画でクローズなんていう映画がありますけれども、ああいうような映画を見て育ちましたためにですね、喧嘩の世界で一番になればいいと思ったんですね。そしてですね、でも実際の喧嘩の世界ってああいうもんではなくてですね、もっとそのもっと薄黒い世界なんですよ。それは本当にちょっと言葉で見ないとみんな引くような世界です。それはそうですね、本当にいろんな、やっぱりその当時勢力というものがありました。バッチギという映画があれば、まあ、朝鮮高校の若者たちが喧嘩しているように朝鮮高校と喧嘩になったり、錦糸町の方に行けばチャイニーズドラゴンとかそういうような暴走族もありますし、いろんなもう本当にちょっとこう皆様が、そのなんか、なんだろうな、昔に見た硬派なそういうような田舎部大将みたいな喧嘩とはなくなってたんですね。でそういう中でもうあとは死ぬかもしれない、もうあとは刺せば監獄、刺されや地獄なんて言葉がありますけども、自分が監獄に入るか地獄に行くかしかないような人生を生きてきた時に、一家が倒産しまして、そのまでは本当にもう洋服はアルマーニしか着ないような、まあ、贅沢生活でやってたんですけども、貧乏の生活にどん底に落ちて、それでまあ沖縄とかいろんなことを旅してる間に、真理というか、まあ、太陽の方という本に出会い、今があります。そこの一点、一番何がやっぱ違うかというとですね、価値観が全然変わりました、人生の価値観は人に、やはりその仏教の中心にある話で、人に与えたものは自分に返ってくるんだという、その因果の理法という言葉があります。因果応報とも言いますけど、返ってくるんだということを知った時に、それがわずか数十年で完結されるものではなく、来世来々世というその中で完結されるんだなということを考えた時に、今まで自分はなんて愚かな人生に生きてきたんだと、今までのものが全部返ってきたら自分は大変なことなんだと、もうちょっと恐怖驚愕しまして、反省し、介護し、で人生変えていこう、もう人生改めて違う人生生きようと思い、それでもですね、人生観が変わっても簡単には生きられないんですね。それは今までのその自分の心の中に染み付けてきた、もうそのまあ心の傾向性という言葉がありますけれども、暴力的な傾向性、力で物事を解決するという傾向性が染み付いてしまったために、これと戦うのに実はすごい、苦労というか反省の日々がありました。で、まあ、それで何年というか、まあ、自分がだから実際にそういう幸福の科学というところの門を叩くまでには相当長い人生が実はありました。でまあ、結婚を機にですね、もう生まれ変わろうという意味で、谷山という名前、旧姓捨てて奥さんの緑木という名前を取ることになった次第です。どうも。